見て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 防戦チャンネル。防戦クッキング、今日はライフラインが止まっても家にあるもので簡単に作れるポリ袋で蒸しパン。それでは早速作ってみましょう。全ての材料をポリ袋に入れてよく揉んで混ぜていきます。はい、今日はプレーンの味で作るんですけど、ウインナー切って混ぜたりとかバナナ入れたりとか味を変えるのも面白いと思いますし、あとお水をリンゴジュースに変えたり牛乳に変えたりしても美味しく食べれますから、ぜひいろんなものを作ってみてください。はい、それだと停電していても冷蔵庫の残っているもので作れるので、使い残しもなく作れると思います。そう、ライフライン止まってもね、いいですよね。ダマにならないようによく混ぜるのがポイントなので、しっかり今回は揉んでくださいね。袋の中の空気を抜いて口を縛りました。このまま熱湯に入れて30分茹でていきます。途中で火傷に気をつけて表と裏を返してください。ムラのないようにひっくり返すんですね。はい、そうです。袋の口を切って、今日は災害時をイメージして作った紙のお皿の上に出してみたいと思います。ラップがかけてありますね。そうなんです、上のラップを汚れたら取り替えてもらえれば何回でも使うことができますよ。あ、なるほど。ポリ袋で蒸しパンの完成です。いただきます。ふかふか出て美味しいです。これなら災害時冷蔵庫に残ったものでいろんなアレンジができそうですね。簡単なので皆さんもぜひ作ってみてください。横浜市民。